諸村の声放送です。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 リスナーの皆さん、ただいまから諸村民主主義人民共和国の首都平壌からお送りする日本語放送を始めます。不滅の革命参加キム・イルソン将軍の歌をお送りします。
不滅の革命参加金正日将軍の歌をお送りします。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である金正恩同志が、希望に満ちた治世110年2021年の新年を迎えて、すべての人民に直筆の書簡を送りました。金正恩委員長からの直筆の書簡は次の通りです。新年おめでとうございます。新年を迎えてすべての人民に祝福の挨拶を送ります。国中のすべての家庭の大事な幸せが一層花咲くことを望みながら、愛する人民の尊いご無事を敬虔に祈ります。私は新年にも人民の理想と願いが実現する新しい時代を手繰り寄せるために奮闘するでしょう。苦しい中でも変わることなく我が党を信じ、いつも支持してくださった心に感謝します。偉大な人民を支える中心、一筋に変わらないことを改めて誓いながら、金正恩、2021年1月1日、朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である金正恩同志が、新年を迎えて1月1日0時、第8回党大会代表者と共に、クムスサン太陽宮殿を訪れました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員である、チェ・リョンヘ、リー・ビョンチョル、キム・ドクフン、パク・ポンジュの各同志をはじめ、党中央指導機関メンバーと第8回党大会代表者が同行しました。偉大なキム・イルソン主席と偉大な金正日総書記の前身像に、敬愛する最高指導者金正恩委員長からの花籠が捧げられました。朝鮮労働党中央委員会、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会、
朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会、朝鮮民主主義人民共和国内閣名義の花籠が捧げられました。金正恩委員長は参加者とともに主席と総書記の全身像に崇高な敬意を表しました。金正恩委員長は主席と総書記が生前の姿で安置されたホールを訪ねて、最も敬虔な気持ちで新年の挨拶をしました。敬愛する最高指導者金正恩委員長がキューバ共産党中央委員会第一書記とキューバ共和国主席に祝電を送りました。祝電は次の通りです。ハバナ、キューバ共産党中央委員会第一書記ラウル・カストロ・ルス同志、キューバ共和国主席ミゲル・マリオ・ディアス・カネル・ベルムデス同志、私はキューバ革命の勝利62周年に際して第一書記同志と主席同志、そしてキューバ共産党と政府と人民に熱烈な祝賀と同志的挨拶を送ります。私たちは兄弟のキューバ人民がキューバ共産党の導きのもと、敵対勢力のあらゆる挑戦と押しつぶし策動の中、国の自主権と尊厳、尊い革命の獲得物を固く守っていることを嬉しく思い、キューバ共産党と政府と人民の戦いに全幅の支持と連帯を表します。私は社会主義運用の実現のための共同の戦いの中結ばれた両党両国間の友好団結と協力関係が2018年11月有意義な平壌対面の際なされた合意の精神にのっとり一層発展するものと確信し、第一書記同志と主席同志の健康とキューバ革命を導く崇高な活動でより大きな成果を収めることを心から祈ります。朝鮮労働党委員長、朝鮮民主主義人民共和国国務委員長金正恩、主計109年2020年12月31日平壌、朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長である金正恩同志がキューバ革命の勝利62周年を祝ってキューバ共産党中央委員会ラウル・カストロ・ルス第一書記とキューバ共和国ミゲル・マリオ・ディアス・カネル・ベルムデス主席に花籠を贈りました。金正恩委員長名義の花籠を12月28日キューバ共和国駐在朝鮮特命全権大使がキューバ外務省の関係者に手渡しました。敬愛する最高指導者金正恩委員長が在日本朝鮮人総連合会中央常任委員会議長に祝電を送りました。祝電は次の通りです。日本東京、在日本朝鮮人総連合会中央常任委員会議長ホージョンマン同志へ、尊敬するホージョンマン議長同志、偉大な強国の念願を実現する聖なる旅程で新年2021年を迎えます。私は希望にあふれる新年を迎えて、総連中央指導部メンバーをはじめ総連活動家皆と在日同胞に熱烈な祝賀と温かい同胞愛の挨拶を送ります。昨年総連は在日同胞の生活と権益を脅かす厳しい困難の中でも在日朝鮮人運動の新たな全盛期を開くための戦いをより果敢に繰り広げ、祖国愛民族愛の各領域で高らかに勝ち時を挙げました。海外同胞運動史に唯一無二の文化代表者大会を輝かしく飾ったのもこの上ない誇りであり、諸般の愛国課題の遂行で収めた目覚ましい成果も誇り高いものだといえど、最も大きく大事な成果は世界的な保健危機の状況の中でも我が同胞の生命をしっかり守ったことです。私は滅私奉仕の精神で我が大事な同胞と家庭が幸せな笑みの中元旦を迎えるよう精神誠意を尽くした総連の各組織と団体事業体の活動家に感謝の挨拶を送ります。共に総連組織の周りに固く結集して異国の風波に強靭に耐え、またも一回りの愛国忠誠の年輪を誇り高く刻んだ在日同胞の尽きない忠誠心と愛国の献身に崇高な敬意を表します。新年2021年は
諸村労働党第8回大会が示す自力不協の方略と目標に沿って、人民の夢と理想を実現するための新たな発展と繁栄の前進が開始される偉大な転換の年、厳かな闘争の年です。今年総連は同胞の生命の安全を守るための貿易活動に総力を挙げ、思想の力、一心団結の威力で主体性と民族性がみなぎるむつまじく裕福な在日同胞社会のため、祖国の統一と隆盛繁栄のためより力強く邁進すべきです。私は総連活動家と在日同胞を異国に住む偉大な我が人民としてより厚く包み込み、いつもと同じく格別な情を注ぐでしょう。新年にも議長同士をはじめ、我が頼もしい総連活動家、愛する在日同胞皆が無病息災で、同胞の家々に愛と希望、幸せが満ち溢れることを心から祈ります。朝鮮民主主義人民共和国国務委員長、金正恩。出生110年、2021年1月1日、平壌。出生110年、2021年の新年に際して、敬愛する最高指導者金正恩委員長に、各国の元首と政党指導者、各界名士から年賀状が送られました。中国共産党中央委員会総書記の中華人民共和国主席夫妻、ロシア連邦大統領、ラオス人民革命党中央委員会書記長のラオス人民民主共和国主席夫妻、シリアアラブ共和国大統領夫妻、シンガポール共和国大統領と夫、タジキスタン共和国大統領、トルクメニスタン大統領、アゼルバイジャン共和国大統領、ベトナム共産党中央委員会書記長のベトナム社会主義共和国主席、ナイジェリア連邦共和国大統領から年賀状が送られました。また、中国共産党中央委員会政治局常務委員会委員の中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会委員長、中国共産党中央委員会政治局常務委員会委員の党中央委員会書記局書記、中国共産党中央委員会対外連絡部長、公正ロシア党首、ラオス人民革命党中央委員会政治局委員の党中央委員会書記局常任書記、国際キム・イルソン賞理事会、国際キム・ジョンイル賞理事会書記長、ウィーン国連事務局事務局長、ユネスコ事務局長、国際農業開発基金総裁、そしてカナダマルクス・レーニン主義共産党から年賀状が送られました。一方、朝鮮労働党中央委員会にカナダマルクス・レーニン主義共産党から年賀状が送られました。敬愛する最高指導者金正恩委員長に、出生110年、2021年の新年に際して、ナイジェリア連邦共和国大統領のムハマド・ブハリ軍総司令官から花籠が送られました。12月31日、ナイジェリア連邦共和国の中朝臨時代理大使が関係者に花籠を手渡しました。敬愛する最高指導者金正恩委員長に新年に際して1日、反帝民族民主戦線中央委員会から祝賀の手紙が送られました。手紙は、昨年2020年は不正室の偉人である敬愛する金正恩国務委員長の優れた導きのもと、百戦百勝の朝鮮労働党の異様が世界に誇り示され、父の朝鮮の自主の尊厳と底知れぬ国力、強い気概が最上の境地で轟かされた偉大な勝利と栄光の年だった。昨年共和国が収めた誇らしい勝利と成果は、敬愛する金正恩国務委員長の卓越した思想と老練な指導、不眠不休の献身と労苦の賜物で、その偉大な不滅の世紀的功績は、父の朝鮮の歴史に輝かしく刻まれ、末永く伝えられるだろう。敬愛する金正恩国務委員長を高く仰ぎ、歴史のあらゆる挑戦と嵐を果敢に乗り越え、勝利だけを記している共和国の驚異的な現実は、南朝鮮の前衛統一と各界の愛国民衆に、父の祖国への憧れと民族の明るい未来への強い信念を抱かせ、国務委員長の導きに従って、
祖国統一と民族自治の偉業の実現に一路邁進する熱意で胸を弾ませている。敬愛する金正恩国務委員長の健康と無事は南朝鮮の民衆の切なる願い、民族皆の熱望であるとし、民族の尊厳と栄光のシンボル、勝利の旗印である金正恩国務委員長の健康を祈る言葉で結んでいます。敬愛する最高指導者金正恩委員長に新年に際して1日在日本朝鮮人総連合会中央常任委員会から祝賀メッセージが送られました。祝賀メッセージは、敵対勢力の過酷な制裁と押しつぶし策動の中でも国の自主権と安全を固く守り、社会主義強国建設の大業を成し遂げようとの敬愛する最高指導者金正恩元帥の不眠不休の革命指導により、共和国は永遠に戦争を知らない地で死死孫孫栄える最強の軍事力を持ち、祖国には世人を驚嘆させる自力不強自力繁栄の新時代が開き、尊厳ある共和国の海外公民としての限りない誇りと自負で胸が膨らんでいる。金正恩元帥は昨年にも総連と在日同胞に深い肉親の愛と配慮を施し、結成以来の複雑極まりない情勢と厳しい環境の中、総連と在日朝鮮人運動の行く手を明るく照らした。実に、金日成主席と金正日総書記の気高い志をそのまま引き継ぎ、総連と在日同胞を温かく包み込み、大心で見守る金正恩元帥は、在日同胞の恩人で、総連を世界海外同胞運動のモデルに導く優しい恩師であるとし、主チェの偉業と総連愛国偉業の勝利の前進と明るい未来のために、敬愛する最高指導者金正恩元帥の健康を祈るという言葉で結んでいます。敬愛する最高指導者金正恩委員長に、新年に際して1日、在中国朝鮮人総連合会から祝賀の手紙が送られました。手紙は、昨年は敬愛する金正恩元帥を高くいただいて、軍隊と人民の一心団結で、敵対勢力の長期的な制裁と悪性伝染病の事態、横暴な自然の猛威が真から果敢に粉砕し、人民の安全と幸せを固く守り、社会主義強国づくりの奇跡的な勝利を記した父の祖孫の勝利の年であった。金正恩元帥は昨年、燃えるような祖国愛人民愛と崇高な献身で一年を綴り、人民が主人となった祖国の真骨頂を示し、年明けから人民軍の各部隊の打撃訓練と模範射撃などを現地で指導して戦闘準備を完成させ、祖国の軍事力を誰も匹敵できない最強のものにした。実に史上初めての挑戦と難関が度重なるほど、国と人民をもっと熱く包み込み、不眠不休の革命活動で世界の焦点を集め、永遠の勝利の歴史を綴る金正恩元帥の懐は、民族皆が運命も未来も全て委ねて暮らす優しい父の懐である。朝鮮民族の最高指導者であり、在中国同胞の優しい父である敬愛する金正恩元帥の健康を心から祈ると書いています。110年、2021年の新年に際して、マンステの丘の偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記の銅像に、抗日革命闘争にゆかりのあるキム・スンオクさんの遺族から花籠が贈られました。12月31日、主席と総書記の銅像に花籠が捧げられました。109年、2020年12月31日、朝鮮中央通信社が、朝鮮労働党第8回大会を輝かせる人民皆の志向と天をつく勢いの力強い孤児と題して、中世の80日間キャンペーンが勝利に終わったことについて発表しました。それによりますと、中世の80日間キャンペーンは、党創立75周年を機に著しく高揚した中将と愛国の熱意を引き続き盛り上がらせて、109年、2020年を見事に締めくくり、第8回党大会を有意義に迎えるための人民挙げての攻撃戦であり、さらなる勝利を収めようとの人民皆の志向と意志の強い表れであった。
党中央委員会の手紙を血潮たげる旨に受け止めた党員と人民、人民軍軍人皆は、決死の覚悟で実践して革命に応え、社会主義強国づくりの各部門で、中世の突撃戦、激しい徹夜戦、果敢な電撃戦を繰り広げて尊い成果を達成した。朝鮮労働党が80日間キャンペーンの主な目標とした国家非常貿易活動が一層強まって、強度の貿易体制が敷かれ、被害復旧現場に社会主義の新しい村が次々と建てられる、災い転じて福となす奇跡、変貌の新しい歴史が開かれた。社会主義建設の主要部門で、自立経済の土台の強化と人民生活の向上に役立つ大きな大事な成果が収められて、労働党のキャンペーン記録集に輝かしいページが添えられた。歴史的な80日間キャンペーンは、偉大な党の思想と導きに従って、一心団結と自力構成を百戦百勝の霊剣とし、人民の尽きない創造力と精神力を推進力として前進する、父の諸村の勢いを何をもってしても阻めないことを改めてはっきりと実証した。諸村人民は、敬愛する金正恩委員長と党中央委員会の周りに一層固く結集して、中世の80日間キャンペーンを勝利で輝かせた誇りに満ちて、諸村労働党第8回大会で示される雄大なビジョン通りに、自力不況、自力繁栄の道を力強く開き、社会主義強国の明るい未来を必ず手繰り寄せるだろうとなっています。学生少年の地形110年、2021年の迎春公演、我ら幸せ歌うが、地形109年、2020年12月31日、平壌のマンギョンで学生少年宮殿で行われました。科学、教育、保健医療、出版報道部門の功労のある科学者、教員、研究者、医師、記者、編集員と、平壌市内の模範労働者、革命学院の教職員生徒が講演を見ました。プロローグ、父なる元帥に新年の挨拶をで始まった講演で、伝統の遊び、正月は楽しい、アコーディオン五重奏、愛のアコーディオンで歌を歌う、読唱と合唱、我ら幸せ歌う、ナレーションとし、私たちの父、民族器楽と歌、労働党の世の中が一番など、多彩な演目が披露されました。公演は観客の絶賛を博しました。地形109年、2020年12月31日の夜、平壌で、新春公演が盛況のうちに行われました。ユニークな照明と華やかな舞台装置で飾られたキミルソン広場は、公演を見に来た市民で賑わっていました。公演では女性重賞、金正恩将軍に栄光を、平壌が一番だ、男性ソロ、父と呼びます、今世に重賞、元帥への思いだけ、歌と踊り、人民の喜びなどの演目が披露されました。地形110年、2021年1月1日、キミルソン広場で国旗掲揚式が厳かに執り行われました。帝国霊寺、寿安の鐘が鳴り響き、不滅の革命賛歌、金日成将軍の歌と金正日将軍の歌の厳かなメロディーが高らかに響き渡りました。労働者、農民、知識人を代表して、平壌の模範的な勤労者が国家の愛国歌のメロディーに合わせて共和国の旗を掲揚しました。一同国旗を仰いで崇高な敬意を表しました。全国各地の人民と人民軍軍人も国旗を仰いで、平壌の空に向けて敬礼を表しました。諸村民主主義人民共和国の国旗が掲揚され、希望が叶えられる新年を迎える平壌の夜空に花火が打ち上げられました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーユンスクでした。こちらは諸村の声放送です。諸村の声放送へようこそ。諸村の声放送へようこそ。リスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年初のコーナーが参りました。地形109年、2020年を送り、
喜びの中、治世110年、2021年を迎えた皆さんに新年の挨拶をお送りします。希望に満ちた新年を迎える今、誰もが今年を一層美しく立派な年にしようとの夢を描いているでしょう。諸村人民は今年も国の繁栄と幸せのためのさらなる目標を掲げて力強く進んでいくでしょう。諸村革命が新たな転機を迎えるたびに、また諸村人民がさらに高い目標を目指して進むたびに、心からのエールを送ってくださったリスナーの皆さん、その飾り気のない心は今年一層熱くなるものと信じてやみません。昨年の1年を通して、角石健介さん、坂井聖太さん、星野明さん、鈴木裕太さん、岡田信也さん、鈴木亮介さん、秋山祐希さん、長本雅人さん、中原翔太さんをはじめ、大勢のリスナーの皆さんが諸村の声放送と諸村人民にお寄せになった真心や努力は、忘れられない治世109年、2020年の数々の思い出の中に深く刻まれています。新型コロナウイルスが世界中に恐ろしい災難を振りかけ、これに追い打ちをかけるかのように台風と集中豪雨が襲いましたが、その中でもスタッフと皆さんとの友好は深まるばかりでした。いたわり合いながら感染症にかからないようアドバイスもし、経験も分かち合いました。そして自然災害に遭った時は心からのお見舞いで力を足してくれたりしました。諸村労働党創立75周年を憤んで輝かせるため、発するする諸村人民のことに耳を傾け、生活上困ったことがいろいろとあるでしょうが、ご意見ご感想などを送るため努めてこられました。ファックスや電子メールを通じて皆さんから送られた受信報告やご感想ご意見などは、放送のためになり番組を豊かにしました。スタッフの皆も苦しい中、リスナーの皆さんと友情を分かち合い、この1年を有意義に飾ってきました。今年も諸村人民の前にはもっと多くの試練があるでしょう。しかし、いかなる困難も諸村人民の前進を阻めず、放送とリスナーの間の友情は一層熱くなるものと信じております。今も放送を通じて諸村人民の生活と奮闘ぶりに接し、毎日の受信報告やその間交わせなかった心の内を一時一時メモしておいて、いつかは諸村の声放送宛てに送るお手紙を用意しておられるはずの鈴木義和さん、三宅秀光さん、山森健二さん、伊沢富夫さん、西田健二さん、松丸健太郎さん、佐伯義則さん、石黒隆さん、笹橋望さん、小原美希夫さん、南波博さん、千田康生さんをはじめ、多くの愛嬌者の姿が目に浮かぶようです。大事な大事なリスナーの皆さんが、今年も防疫に格別気をつけて健康管理に留意し、何卒健やかであるようお祈りする次第です。リスナーの皆さん、今年を志を共にし、情愛で結ばれた一年にしましょう。正義と平和のため頑張ってまいりましょう。リスナーの皆さん、改めて新年の挨拶をお送りします。今年も願いが叶って、何もかも順調に進む年になるよう、皆さんの家庭に幸せだけが訪れるようお祈りしつつ、今日のこのコーナーはここで閉じることにしましょう。では皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。子どもたちに、1904年、2015年の元日の新年の辞で、敬愛する最高指導者金正恩委員長は、子どもたちのより明るい未来を祝ってあげました。そしてその足で平壌育児院と愛育院を訪れました。可愛い子どもたちがかぐわしい花束を捧げ、新年の挨拶をしました。委員長は子どもたちの方を優しくなで、新年も良いことがたくさんあるよう、身も心も元気に育つようにと言いました。そして昨年10月、観光した平壌育児院と愛育院を訪れ、
元日に来ると約束したが、子供たちとの約束を必ず守りたくて来たと言いました。常に育人と愛育員の子供たちを持っていた院長でした。子供たちが新年をどう迎えているのか見たくて、院長は各部屋を一つ一つ見ました。委員長の行く先々で子供たちは我先にとかけてきて、父なる元帥様、お父さんと呼んで抱きつきました。そして委員長から送られた晴れ着を着て、委員長の前で歌を歌おう夢を見たとの話もし、おいしい食べ物や果物、蜂蜜などを食べているとの話もしました。委員長は子供たちが一様にふっくらとして明るく元気になった、みんな利口だ、親の愛情を最も懐かしむ子供たちが明るく笑って楽しくお正月を過ごすのを見て本当に嬉しいと言いました。委員長は愛育院の子供たちの芸春公演も見ました。みんな自分たちの幸せと喜びを高らかに歌い上げました。委員長は子供たちの姿を見て、我が国の明るい未来をより固く確信するものだと言いました。このように元日一番先に旬や育人と愛育院を訪れて子供たちを祝福した委員長は、一年中子供たちの明るい笑みのため献身の道を続けました。観音堂にある雲山育人と愛育院は3回も訪れました。建設真っ最中の2月10日と観光を控えた4月21日、竣工式の日である6月1日のことでした。11月には春山子ども食品工場を訪れ、生産正常化はすなわち子どもたちの笑いを守る道だとし、栄養価の高い食品をより多く生産すべきだと言い、増改築された万元で学生少年宮殿を訪れては、子どもたちがどんなに喜ぶだろうと思うと心が弾むと言って明るく微笑んだのです。こうして流れた1904年、2015年でした。子どもたちの笑い声が高くてこそ国中が明るくなると言って、次の世代のため献身を続けている金蔵雲委員長です。金蔵雲委員長がいて、この地には子どもたちの笑い声、歌声が高らかに鳴り響いています。子どもたちに交代してお話しました。リスナーの皆さん、以上をもちまして、朝鮮民主主義人民共和国からお送りする朝鮮の声放送を終わります。時間別の周波数は次の通りです。平壌時間で6時から7時まで、7時から8時まで、8時から9時までは短波 7580kHz、 9650kHz、 中波 621kHz でお送りし、平壌時間で16時から17時まで、17時から18時まで、18時から19時まで、19時から20時まで、20時から21時まで、21時から22時までは短波 6070kHz、7580kHz、 9650kHz、 中波 621kHz でお送りします。では皆さん、次の放送時間までごきげんよう。こちらは平壌です。